What's up, everybody? Welcome to Family Time! 今日の動画は、フォアハンドの左蹴りテクニックを分析していきたいと思います。That's the final! フォアハンドの左蹴りの分析。Yeah. Yes. で、今日は気づいたのかどうか分かりませんけども、Look at me, I'm 白。You are not. Look at me, I'm 白と白。クラブも白。でも、ポロは真っ暗。決していい人じゃないです。フォアハンドの左蹴り、ちょっと見ていきたいと思います。So, 一番基本の左蹴りは、スイッチキック。で、左足が前なので、パワーを作るために、ちょっと距離をね、取らないといけないので、スイッチして、蹴れば、蹴りが、ね、左蹴り、距離が遠くなって、遠くなることができます。So, 基本的な左蹴り、蹴りをちょっと、ちょっとやるか。Yep. Okay, so, 基本の左蹴り、スイッチキック、普通にやりますね。それよりも前に出て左蹴りを出してます。So, 相手を追いかける蹴り。Yes, フォアハンドは右のパンチを出して、ダミーとして出して、相手が下がるときに左蹴りを入れてます。ハイファイブでよく左じゃなくて、右の肘を出しながら相手が下がったら左蹴りを出してます。皆様がこの蹴りを使いたい場合は、ポイントは後ろ足を前にしてるだけじゃダメです。ちゃんと右の爪ねをこっちに向けないと、足をこっちに。そう、この筋肉をちょっとストレッチする感じで、このバネを使う感じに筋肉をバネと思って蹴りを回す。It's like a crook up kick。右ウィップ。右ウィップ。そう、それちょっとミッドでやっていきますか。そう、右はダミーで出していいので、受けながら練習できるのでいいですけど。よろしくお願いします。皆さん見てくれてどうもありがとうございます。これからも練習頑張ってください。 We'll see you again soon! バイバイ。ちょっとね、悪い子今のは絶対やらないでね。悪いサンプルです。それから絶対怒られるので。そうだね、それはやっちゃいけない。